はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。なんと今月は創刊22周年の記念号となる、V ジャンプ7月特大号ですね。表紙もかっこいい。で、今日は前日ということで、またこの大好評のシステム川柳システム川柳一瞬で終わりましたね。難しいな。ひな壇っぽいやつ。一応説明すると、まあ、サイコロを振って出た人が自分 の、はい、あの担当ページなり付録なりをアピールできるという、ね、斬新なね。オリジナリティはね。ということで、じゃあもうこんな号だから言いたいことがたくさんあるでしょ。じゃあ今日はここまでということで。いや、ね、1回ぐらいやりました、まあ、どうせこうやって喋ってても全部カットされるね。よし、行くぞ。おお、来い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 。そうやっと復編。じゃあ復編ありますか。あるでしょ、あるでしょ。いいですか。はい、言ってください。行きましょうか。はい、じゃあなんとジャンプビクトリーカーニバル、皆さん、はい、夏のビッグイベントをご存知でしょうか。はい、そこなんだ。それの募集がなんと午後からマジで午後から開始ということだった。俺もじゃあ、ね、3万3000名ですから。おお、ぜひ、ね、すごい。行きたい人はもうじゃあ応募を、ね、開始されてるとしていただいてね。まあ、軽いね、情報からちょっと軽い情報からね。よし、まあね、ジャンバルの情報も出たということで、応募が開始されてますということで、じゃあ皆さんお願いします。じゃあ行きますよ、もうね、バンバン行きますよ。お、鈴木、あた、ここは早送りでお送りします。いや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 。はい、じゃあ鈴木、はい、超一流ゲームクリエイターのですね、方々が集まってですね、人狼大会をですね、今回ちょっと行いましたので、編集部対、はい、ゲームクリエイター、そのゲームクリエイターにはですね、なんとあの堀井裕二さんが来ていただいてますので、超一流、はい、モンスターストライクの、木村プロデューサーであったり、もうその他もろもろ V ジャンプと関わりある人、ない人勢ぞろいのですね、ぜひ、ね、こちらの方を見ていただければと思います。中島優樹先生のね、そうですよ、投影をしているという感じですね。顔出しでね、顔出しで、うん、で、なんとそれは動画でも見れるっていうね、はい、V ジャンプラスの方で、プラスの方で、はい、緊迫感あふれる動画の方もやってますので、ぜひぜひこちらの方、人狼の方見てください。お願いします。はい、よし、じゃあ今日は前日ということでここまでで、はい、明日はもうみんな多分、まあ、出目によると思いますけど、みんな の、 あのアピールしたいですね。もう当日なんで、あの言いたいことをバンバン言いますので、うん、明日もあの動画更新しますので、そちらも見てください。じゃあ今日はありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。また明日。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひね、あのチャンネル登録をお願いしたいと思うんですが、はい、PC の方はこちらボタンから。そしてスマホの方は下の概要欄から登録をぜひお願いします。見てくださいね。